いちじく農家の武田博美です。いちじく栽培始めて3年目になります。長く御前崎病院の調理師をしてました。でその後は中部電力さんの寮で管理人という仕事をまだしてました。なので農家というものは本当に今回初めてチャレンジです、自分の中で。はい、空がうっすら明るくなり始めた早朝5時、武田さんのイチジクの収穫が始まります。大体この時間からぐらいですかね。そうそうそう、もっと取れてくるとね。でも取れてくる頃にはだんだんと朝日が昇るのが遅いというか、懐中電灯をつけてやるってなかなか見えないんで。ああそうですよね。そう、本当の赤い色っていうのが懐中電灯の色だと。なのでそう、5時か5時半ごろからやってます。はい、早起きは苦ではないですか？早起きもうしょうがないと思ってその他の時には遅いですけどね。はい、はい、もう1時が始まったらついに始まったみたいなもう覚悟してやるみたいなそう。いちじくの旬はおおよそ8月から11月中旬ごろまで。この8月中旬頃はまだ青い実が大半ですが、最盛期になると緑の葉の下に赤い実がずらーっと実ります。赤くなってても取れないの、もっと垂れ下がってきて、はい、手応えというのか、いや手触りで収穫するので。熟した感じっていうか。そう収穫するときってどんな気持ちで収穫するとき、はい、やっとなったなみたいな。あで今度はこうしようとかああしようとか、あこれを見て、はいはいはい、そうなので、そう日々で勉強ですね。今年はすごく雨が少なかったんで、はいはいはい、水やりにすごく苦労して、今現在もう1ヶ月近く雨が降っていないので、あすごく苦労してるんですよ、はい、だからこの去年は雨が多くて泣かされて今年は雨が少なくて泣かされて、はい、だから雨が多い時の対応と雨が少ない時の対応、冠水なんですけどね、どうしようかみたいな、はい、それを考えながらやってるというところですね。いちじく農家3年目、試行錯誤の日々だと話す武田さん。就農前はどういった仕事をしていたんでしょうか？はい、生まれは農家だったんですけど、まるきり手伝いなどはしたことがなくて、はい、嫁に来てからもおじいちゃんおばあちゃんは農家なんですけれども、はい、その手伝いは草一本取ったことはありませんでした。お茶です。なので今いちじく畑がここに3つ大きいのがあるんですけど、はい、それが全部茶畑でした。でもうおじいちゃんもおばあちゃんももう農業をやらなくなってっていうか病気になって、うん、それから10年ぐらい経つとだんだんお茶畑が林、うん、森になってっちゃう。そうなってっちゃうので、ここをなんとかしなければというところで、たまたまその夢咲の雑誌で、ウェルカム講座っていういちじく栽培についてのあれがあったんで、それをきっかけです。JA 遠州夢咲管内には全部で31のいちじく農家がいます。うち浜岡地区には12、管内4地区で一番いちじく農家が多いんです。そのためいちじく農家同士横のつながりも強いようで。
ですけれど、1年通してやたら作業が多くて、やたらって言ったらあれですね作業が多くて、うん、冬場はもうあの土作りから始まって、はいはい、防寒も必要なんですよ、この幼木の時には。うん、幼木っていうのは大体あの植え付けてから3年4年ぐらいなんですけれど、はい、その期間も、はい、あのどうしても霜が弱いので、ね、うん、霜になので、あのその木の上に藁を乗せて防寒をするんですよ。それがまた大変です。土作りと防寒と全部が大変って全部が大変ですけど、で春先になると今度は藁のあのこんな感じで腕の下に藁を引いて乾燥防止にしたり、うん、あとは伸びて枝が伸びてくればこう支柱に誘引したりという、うん、だから年間を通して忙しいです。大変です。こんな大変だと思いませんでしたイチジク委員会というのがありまして、はい、それに参加してあの目揃い会であったり園地巡回であったり、その栽培方法この時はどうしたらいいかね、これってこうなっちゃったけどどうとか言って、うん、ついつい聞きます、はい、で丁寧に教えてくださるのでね、うん、私も本当に助かってます、うん、それでなんかそれがなかったら私続けられませんでした。はいはいはい。ひろみさんにはもう一人強い味方が。だんだんと多くなってくるでね。ああ、これこのコンテナで20ぐらいとる。20ですか。あると箱詰め大変。こちらちょっと。これいい。ちょっと取った。いい、あの明日。明日。あ、今日の夕方か明日。今までお父さん全くイチジクのやったことないんで、お父さんを訓練しながら練習しながら。夫婦二人三脚、別の仕事の傍ら収穫が忙しくなる時期にはサポートに入ります。この日の収穫は30分ほどで終了。休憩を挟んで次はパック詰めです。手作業で一つずつ重さを測り選別していきます。今はまだね30分3、40分で終わるけど、はいはいはい、うん、だからもう少し時間かかっちゃうかもしれない。一番時間かかると何時間ぐらい？そうね、だからお父さんの働きによるそう、そうやっぱね、あのお父さんがもしね仕事俺はやらんよって言えばさ、はい、誰か一人頼まないともう時間収穫の場時間に間に合わない。収穫ってかね、出荷の、あ、そうですよね、そうそうそう、だからまあどうしても間に合わなかったらパートさんお願いするかもしれないし、うん、みたいな感じ。で、ジュエの出荷場だと何時に出荷なんですか？ね、遅くて10時まで。あ、10時、うん、早い人は8時かそこらに持ってっちゃうっていうけど、はい、うん、なかなかね、そこら辺まで、はい、急げないので、一人でやるとなると、うん、だからもう最後の時間までに、なんとかギリで、私がいつも持っていくときには一番最後になります。いちじく農家を始め3年目。大変なことも多い中、武田さん、いちじくのことは収納前より好きになっているそうです。になりましたさ、本当にそれこそマイナーな果物なので、うん、私いちじく栽培するまではあんまり食べなかったんですよ、はい、売ってはいるのを見たんですけど、はい、いや高っと思って、はい、でもこうやってこんだけ手がかかってるんだっていうのを知って、あ、高いの納得みたいな、うんうん、感じもあります。でそれこそ食べたマイナーな果物なんで、みかんやリンゴみたいにいつも食卓の上に登るっていうものでもないですので、うん、食べたことがありませんでした。でも、うん、美味しいなっていうのはお父さんと2人で時々、うん、あの最初のイチジクを味わうんですけど、美味しいねって言いながら2人で食べてます。出荷するよりも前に食べてます。はいはいはい。本当言うとスーパーでね、うん、あのそれこそ完熟手前のイチジクを出荷するしかないのですけど、うん、それをちょっとまあ完熟した形で皆さんのお口に入るような形になれたらいいな、はい、ただ皮が柔らかいので、うんうん、日持ちもしないですし輸送も
なんあれなんですけど、できれば直接お渡しできるっていう形の販売方法ができればいいなと今考えてはいるんですけれどもね。はいはいはい。毎日道の駅、道の駅マルシェで販売しております。珍しいもので白いちじくっていうのもバナーネという品種なんですけれども出しております。それはすごく甘くて、ただ日持ちが本当にしないんですよ。なので完熟という形で毎日出してはいるんですけれども、3パックとか4パックぐらいしか出せません。なのでそれをぜひ召し上がってみてください。もちろんマスイドーフィンといういつもの赤いいちじくも本当に美味しいです。どうぞお召し上がりください。武田ひろみさんが丹精込めて育てた完熟いちじく、ぜひ一度味わってみてください。